名称ボーラーは、日本の競争馬、シュボバ。中央競馬で2005年のフェブラリーステークスなど、重勝5勝を挙げ、生産牧場の日の出牧場に1968年の創業以来初となる GI 制覇をもたらした。柏記念出走時2003年7月20日、小倉競馬場で、福永雄一を安定にデビュー。一番人気に応え、続く。 フェニックス賞でも完勝。重賞初挑戦の小倉2歳ステークスでも2着。コスモサンビームに小馬審査の圧勝。デイリー杯2歳ステークスでも勝利し、デビュー4連勝を飾る。無敗で挑んだ朝日杯フューチュリティステークスでは、オリビエ・ペリエが起乗したが、惜しくも首差の2着。3歳児は、弥生賞2着、サツキ賞3着、NHK マイルカップ3着と赤敗が続く。 東京優秀の出走を見送ってまで、安田記念で小馬に挑戦するも、11着と大敗。秋は、スワンステークス、マイルチャンピオンシップ、CBC 賞と出走するが1年以上勝ち星がない、まま小馬となる。4歳となった2005年、ダートを終え、路線転向する。ガーネットステークス、ネギシステークスと解消。フェブラリーステークスでは、アドマイアドン。 タイムパラドックスなどを下し見事初の GI 制覇を果たした。フェブラリーステークスの後は高松の宮記念へ出走。しかし、16着と惨敗。再びバートの柏記念、JBC スプリントへ出走するも惨敗。横山則博が手綱を取った、兵庫ゴールドトロフィーでは、デビュー以来最も重い場体重でも2着に入り、復調の兆しも見えたが、 2006年初戦のネギシステークスでは7着、連覇を狙ったフェブラリーステークスでも金引きりの15着と大敗した。続く柿キツ記念では、ノボトゥルーと同じ最高負担重量の 59kg を背負わされ、2番人気に押されるも4着に敗れた。そして再び芝に戻った安田記念では14着と敗れた。しかし、続いてのサマーチャンピオンでは、 名称バトラーの2着と復調気配を見せた。さらに芝に戻ったセントールステークスでは7着に敗れたものの、続いてのスプリンターズステークスでは先行し、外国の競合相手に2着に入選し、日本は最高着順となった。だが、続いてのスワンステークスでは9着と敗れた。その後、厳しいローテーションで香港スプリントに挑戦した。しかし、 スタートで大きく出遅れ、途中で走るのを止めたため競争を中止した。2007年2月3日に小倉競馬場でのゲート再審査を受ける予定だったが、1月24日の調教後に原板を起こし再審査は中止された。8月4日の小倉競馬場での開催終了後に小倉2歳ステークス以来となる小倉競馬場に姿を現しゲート審査を受け合格した。その後、 サマーチャンピオンに出走登録を行ったが回避し、第41回スプリンターズステークスと南部杯に出走登録を行う。結局南部杯は回避し、スプリンターズステークスに出走。しかし久々のレースで15着と大敗し、10月23日に競争場登録を抹消された。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。 シンジケートが組まれ2008年よりイーストスタッドで種ボバ入りし、初年度は122頭に種付けを行った。2009年2月3日に辻牧場でベーガーとの間に誕生した影のンバが最初の産区となった。は、地方住所。ありがとうございます。